はい、こんにちは、UJ です。今回のテーマはこちら、フジロックフェスティバル2023ということで、今年2023年のフジロックについて注目アーティスト紹介していきたいと思います。このフジロックフェスティバル、まあ名前はね、聞いたことあるっていう人もたくさんいると思います。日本最大のフェスティバルなんですよ。すごい数のアーティストがやってくるということでね、まあ有名なんですけれども、しかも東京とか大阪とかいう大都市ではなくて、集まるのは新潟の苗場スキー場のところですね。まあ夏はスキーやってないので、その広々としたところでフェスライブを行うということでね、まあ私も一回行ったことあるんですけれども、めちゃくちゃ楽しいです。でそこに、日本で最大級海外のアーティストも呼び寄せるというフェスティバルなんですよね。なのでこれは洋楽勢でもまあたまらないフェスになるんじゃないかなと思っています。2021年の時はコロナがあって洋楽アーティストを全く呼べなかったんですよ。で翌年2022年はまあ少しは呼べたっていう感じだったんですけど、こう今までこう歴史的にこういろんなアーティストを呼んできたんですけれども、それに比べるとちょっと少ないよねという状況で、やっと2023年洋楽アーティストいっぱい呼べるようになったよねということで、今年どんなことが起きるのかすごい楽しみですよねという感じなんですね。ではまずそこで、出演される海外アーティストざっと紹介していきたいと思います。それではまず28日、ヘッドライナーはザ・ストロークス、その他にもダニエル・シーザー、ノー・ウォーリーズ、デンゼル・キャリー、ヤーヤー・ヤース、ヨーロ・タンゴ、アレクサンダー・23、ザ・ブードス・バンド、コーリー・ヘンリー、フィーバー・333、アイドルス、オーバー・モノ、スーダン・アーチブス、ベギン、ヤング・スイング、イブ・トムアになりますね。続いて29日、ヘッドライナーはフーファイターズ、その他にルイス・コール、アラミス・モリセット、コリー・ウォング、スロー・ダイブ、キャロライン・プラティック、デイビッド、ダーモット・ケネディ、ゴーゴー・ペンギン、ジャターユ、ロミー、ティシャ、ワイズ・ブラッド。そして最終日30日はヘッドライナーはリゾ、そしてその他にもウィーザー、バルミンティガー、ブラックミディ、ザ・ブラックマドンナ、G ラブ&ドノバン・フランケン・レイター、ジンジャールート、グリフィン、ジョン・キャロル・カービー、ニール・フランシス、ヤード・アクト、ヤング・ベイという感じですね。はい、という感じでですね、数多くのアーティストが、明日から新潟に集まるということになるんですよね。でこんだけなんか知ったような風で言ってるんですけれども、すいません、私もですね半分くらいちょっとアーティスト分かっていないというところもあるので、これから勉強していきたいと思うんですけれども、それではですね、今回この中から注目アーティスト何名かピックアップして紹介していきたいと思います。まず1日目のメンバーからは3人、1人目はダニエル・シーザー。この風貌ですよ。どんなラップを繰り広げてくれるのかと思いきやですね、彼はラップは歌わないんですよ。しっとり系の R&B を歌うシンガーソングライターなんですよね。彼の楽曲すごい、声の透明感がめちゃくちゃすごくてですね、こう聞き惚れるっていう感じ、もう聞かせてくれるっていう感じの楽曲が多いですね。そうですね、ラブリンスとかアローブラックとか、ああいう感じの R&B の感じが近いかもしれないですね。ちょっと声質がちょっと違うところもあるんですけれども、でグラミー賞も受賞したという経歴も持っている、まあ完全実力派の方になります。ぜひ見に行く方、彼を見てみてください。続いて2組目、ノー・ウォーリーズ。この写真の左側の方、見たことあるなって人もいるかもしれませんね。アンダーソン・パーク、シルクソニックとしてブルノ・マーズとコラボレーションした方になります。このアンダーソン・パークがシンガーソングライターのノレジとコラボレーションして組んだグループ名がノー・ウォーリーズ。
メロでゆっくりめな曲が結構多いので、すごくこう心に響くというか気持ちいい感じのサウンドを出してくれると思います。夕日の海辺とかで聴くとすごく素敵なタイプの曲なんですよね。まあ会場は山なんですけれども、まあ山でも多分いい感じになると思います。そして3人目がこちら、アレクサンダー23。オリビア・ロドリゴの Good for You を手掛けたっていうことで、まあ有名な彼なんですけれども、この2020年くらいからサッドポップってい う, こう切ない系悲しい系みたいな楽曲がこう増えてきたんですが、まあその代表選手みたいな人ですよね。結構彼の楽曲もこう悲しめな曲が多いんですけれども、まあそれはそれで結構心に響くので、ぜひ期待して聴いてみてください。で、去年とかもデビューアルバムのプロモーションとかで日本にもやってきて、結構日本が好きみたいなことも言われていたので、まあ多分今回も楽しいパフォーマンスを見せてくれるんじゃないでしょうか。1日目のピックアップは以上3組ですね。まあヘッドライナーを差し置いてこの3組っていう感じなんですけれども、まあそういうこともありますよね。続いて2日目、ここでのピックアップアーティストは2組。1組目はフーファイターズ。まあこちらはね、有名なので知ってる人多いと思います。今更っていう感じではあるんですけれども、1995年結成のロックバンドということで、95年、今からだと28年前とかですかね。もうすぐ30周年、すごいですね。で、2022年にメンバーのテイラー・ホーキンスさんっていう方が亡くなっちゃって、まあ、そこからですね、あの追悼ライブとかをやってきて、まあ、新しいフーファイターズっていう形で何度かいろいろと、昨年とか今年の前半とかやっていったという感じなんですけれども、まあそういった形になって日本での初ライブということになりますので、まあちょっといろいろね、変わったフーファイターズっていうのも見えるんじゃないかなと思います。そしてもう一組がこちら、デイビッド。さあ彼ですね、今18歳なんですけれども、もともと YouTube でこうゲームが好きで、こう YouTube にゲームのプレイの切り抜きみたいなのをしていたんですけれども、そこでまあ音楽流すとこう著作権で引っかかっちゃうよみたいなのがあったんで、自分で音楽作って一緒に流してたと。そしたらなんか周りがみんなお前の作る音楽すげえなってことで、あれよあれよという間にこうアーティストとしてデビューしたっていうのが彼なんですよね。去年くらいからすごいこう話題になった人なんですけれども、まあ結構ですね、こうしんみり系というか、こうなんかこう心に静かに響くみたいな楽曲が多いですよね。このね、山の中で苗場のスキー場のところで彼のホームウィズミー、ホームウィズミーっていう楽曲、ぜひ聞きたいなと個人的にも思っていたんですけれども、ホームウィズミーがめっちゃいいので、ぜひ聴いてください。さて、それでは残すとこ最後の1日、7月30日ラストの日のピックアップアーティストは2組です。こちらもやはりヘッドライナー紹介したいところですよね。リゾ、まあこの人はね、まあ皆さん知ってますよね。なんかお台場であれですよね、なんかお風呂のパッケージみたいになったっていうのも聞いたんですけれども、去年あたり、まあリゾでございます。2023年のグラミー賞で最優秀レコード賞を受賞したという、まあもう実績も兼ねながらも、まあ何がすごいっていうのは彼女の歌とパフォーマンスですよね。歌に関してはこう勇気とか頑張る力だとか、それから女性のエンパワーメント、まあそういったところ、こうとにかく力を与えてくれるっていうラッパーなんですよね。ラップでその盛り上げてくれる、こう勇気を沸かせてくれるっていうところが魅力でもありますし、ダンサーもすごいんですよね。パフォーマンスの方なんですけれども、まあ、体型を気にしないメンバーで揃えた、そうなんですね、どんな体型でも自分のこれが自分なんだっていうところを見せつけるために、そういった体型のあのダンサーを揃えてパフォーマンスをすると。ダンスもすごい。それから彼女フルートも吹けるんですよね。もともとフルート奏者 でそういったとにかく盛り上げるというのと、こうメッセージ性の強いパフォーマンスっていうのが話題の彼女になります。これね、もう最後の最後の鳥なわけなので、めちゃくちゃすごいと思います。彼女はぜひこの最終日に行く方は絶対彼女を見逃すことなかれっていうことですよね。そして最終日のもう一人ピックアップアーティストは彼、グリフィンになります。でこのフジロックですね、
有名な DJ っていうのは必ず1人くらい当てがわれると言いますか、年に1人か2人かもしくは3人かくらいの時もあったんですけれども、必ず1人はいるんですけれども、今回はグリフィンだったなっていう感じですよね。まあ今までこうジョナス・ブルー率が高かったような気がするんですけども、今回はグリフィンが引っ張っていくという感じがしますよね。で、彼は日本人とアメリカ人のハーフで、こう日本の血も入っているんですよ。日本にルーツを持っているというところで、まあ見かけもそうなんですよね。結構アジア人っぽいっていうか日本人っぽい感じがするじゃないですか。まあそういうところでね、この日本に来れるっていうところも何かこう特別なのがあるんじゃないかなと思います。で、 DJ といってこうね、アゲアゲな感じの方がやっぱりこう DJ というと多いイメージがあるんですけれども、彼はですね、心地よいサウンドを武器とした DJ ということでね、まあ、彼の楽曲聞いたことある人はわかると思うんですけれども、なんかめっちゃ上げてやるぜ、テクノだぜ、バウンスだぜって言って、こうもう会場をもうかき回す、盛り上げるみたいな感じではあんまりない DJ ではあるんですけれども、多分彼のサウンドを聞いたらめっちゃ心すごくこう気持ちいい感じにしてくれると思うので、ぜひ彼の DJ プレイも見てくださいという感じですね。はい、という感じで今回ピックアップアーティスト7組紹介させていただきました。いかがだったでしょうか。まあね、まあ最終的に言うと、私が好きな興味を持っているアーティスト7組ただ行っただけっていう感じではあるんですけれども、まあね、いろんなアーティストいますので、他のアーティストが全然こうピックアップしてないというわけではないのはご承知おきくださいと。で、行ったら行ったでね、いろんなアーティスト見れるので、あ、こんなアーティストいたのか、すごいじゃんってなるのが、まあ、フェスの醍醐味でもありますと。なので、新しいアーティストを発見して、もし前から知ってるアーティストがいたら、それも楽しんで、ぜひフェスを楽しんでいただけたらなと思います。で、行く人は、まあ、そうやって楽しめると思うんですけれども、今回配信がないんですよね。配信が確か、全然ないんだっけ、ちょっとだけあるんだっけ、まあわかんないんですけれども、まあちょっと配信も微妙ということで、今回はねフジロック行く人だけが、まあ、楽しめるという、まあ、特権もあるわけなので、ぜひ行く人お気をつけて、結構あそこ山の方なのでね、もう行ったことある人はわかると思うんですけど、天候もこうめちゃくちゃ荒れたり、急に雨が降ってきたり、めちゃくちゃ寒くなったりみたいなこともあるので、まあぜひ気をつけながら楽しんでいただけたらなと思います。こちらもね、家でライブレポートを見ながら、あー楽しそうだなって指をくわえて見ているっていう感じで、いきたいと思います。はい、じゃあ今日はこれ、あ、違った、最後に一つだけ言いたかった。本当はね、このピックアップアーティスト7組って言ってたんだけど、一押しがいたんですよ、私。それがですね、キャンセルで来れなくなったルース・キャパルディ、通称ルイキャバですよ。彼ですね。ちょっとね、病気が、こう重くなってきちゃって、最近活動があんまりできていないというので、日本公演もこうキャンセルになっちゃったっていうちょっとあったんですけれども、まあそれはしょうがないので、ね、来れなかった彼の分も他のアーティストで、楽しんでください。楽しみたいと思いますと言おうと思ったんですけど、今年行けないんで、はい、行く人は楽しんでください。私は後のレポートを見てね、あ、羨ましいなって思いたいと思います。はい、それでは、以上になります。じゃあまた、バイバーイ。